こんにちは、ビハイアのとこいです。えー、この動画ではアニメゲーム漫画業界についての一押しのニュースピックアップして、えー、どんどん皆さんに紹介していきたいと思います。えー、今回のニュースなんですけれども、先々週アメリカのワシントン DC のホワイトハウスで教育向けビデオゲーム開発を目的としたゲームジャムが初めて開催されました。企画したアメリカ合衆国科学技術制作局の責任者リチャード・カルラッタ氏はこのイベントを開催した理由を ゲームによる可能性を示すことで最終的にはどのようにゲームが教育を変えていけるかを示していきたいと語りましたアメリカ政府が教育分野でのゲームの可能性を模索する中ホワイトハウスを会場にゲームジャムが行われたという出来事は米国社会においてビデオゲームが重要な文化として根付きつつあることの証明であるといえます 米国内では近年多くの大学機関がゲームデザインの学科を新設するなどゲームデザインに対する教育研究も活発化しています。今後もゲームが社会の様々な場面で活用していくものと考えられます。